行列。こちらが名古屋スタイルズワールドの入り口です。皆さんこんにちは。ガクトカゲのガクトです。今日は名古屋レプタイルズワールドに来ております。はい、こちらがもうすでに見えてるんです。で、そしてもうこちらはすごい行列です。もう500人近くはいるんじゃないですか。1000人超えてると思う。結構いますね。だいたい若者が多いです。そうだね。ここにイチゴエドクガエルが座ってます。そうだよ、うん、あ、キリヤモリグランディスキリヤモリが4人も4匹もいますね。で、こちらがヘビコーナー。おー、これは誰でしょう。これは誰でしょう。こちらではかわいい、かわいいですね。ケヅメリクガメの赤ちゃんですか。子供です。かわいいですよね。お、向こうにもこうやって顔もある。おー、こちらでは、おお、マルビラのミシシッピアカミミガメです。ブルネオカワガメ。あれ、これスジクビガメ。これは確かカブトニオイガメだよね。ダメです。はい。こちらがあのファイヤーサーマンダーですね。3体です。綺麗ですね。色とりどりの鳥も食べ物です。なんだ。あ、こっちだけ取ったら、こっちだけです。はい、こうやってヒョウモンとカゲモドキがカメがいっぱいいます。はい、こちらで、やっぱり大きなヘビの赤ちゃんがいっぱいいます。で、こちらがサバンナモニカ。サバンナモニカは僕の好きなところ。で、そしてこれ、イエローのヘビ。これがね、こちらが僕が今買いたいジーペンロック長首ガメです。首が六の首みたいに長いですね。で、こちらがね、ボンスッポンと
おーおーおお、大王サソリ、大王サソリです。あら、あら、こっちではひっくり返っちゃった、ひっくり返っちゃった。あー、元通りに戻りました。西食い図鑑のですね、アロビノバークです。で、こちらがね、ザクフトの大王サソリです。大王サソリ、大王サソリはね、あの後ろの尻尾の針の毒が弱い代わりにね、ハサミの挟む力が強いというサソリが種類なんです。おー、こちらがですね、サバンナモニターです。サバンナモニターを先ほども映しました。そしてこちらがヘルマヘラアオキカトカゲ、お、エリマクトカゲ、おー、エリマクトカゲも出っ張っているんですね。で、この友達は生きた頃が大好きな僕が狙ったアオキカトカゲ、縄文家族が大体多いですね。こちらのね、タランチュラコーナーです。こうやって、なぜかというとわけです。今、黒いのですね、はい、こうやってね、出口のライブが来るんです。私には当たらないんですけど、うわー、本当です。はい、こうやってね、クラウンエルも可愛い。はい、こうやってね、バフェットガイルが来るんです。こうやってカメがずらーりと並んでます。うおー、うん、こちらがデジマジックなんです。で、こちらがあの石亀とスタガメ撮ってます。こちらがね、こちらが、これはオオトカゲの分断が水に浸かってます。ナイルモニターオル、まあ、カワオツギトカゲ見るだけで今買ってもらう。かわいい。お店から出れたんで、はい、ということで名古屋レプタイルズワールドから帰ってきました。で、あなたの飼いたい生き物は見つかりましたか？見つかったという方は高評価お願いします。